松田学です。今回のニュース解説としてはですね、毎週お届けしております、ウクライナ・パレスチナ情勢。ウクライナの戦争の方はですね、このロシアがだいぶ攻勢に出てきていまして、西側もこれはということで、この反撃に向けていろいろと強化をしているという状況の中で一方で、プーチン大統領の方は停戦ということをもう言っているという話も出てきているんですが、 えー、そして一方で、あのパレスチナの方はですね相変わらずガザのほうの攻撃、えー、なかなかですね、えー、もうあの休戦とか停戦とか交渉やってても済まない中で、イスラエルに対する国際社会の非難がますます強まっていると中で、ですねじゃあなんでイスラエルはこあの攻撃をやめないのかと。 この事情について上山,さん上山さんがこのチャンネルよく出ている、上山さんの,この解説もこのチャンネルでたくさんいただいてますけれども、ちょっと記事を寄せていただいたんで、このあたりのイスラエル側の事情といいますかね、政治の事情といいますか、これについてご紹介して、そして例のイランの話がありますね、このライシー大統領がああいうふうになったと。これは、まあ どうも単なる事故ではないというあたりでじゃあこれからどうなるのかというあたりもご紹介したいいと思いますじゃあまずウクライナなんですが、えー、ウクライナではですね、えー、第二の都市東部ハルキウというところがありましてこれちょっと地図で見ますとあのこれ、まあ、もし、ね、間違いだったら指摘していただければと思いますが東部の4つがあって東部の四州があってこれ一応ロシアが今押さえていると。でそここににもさらにこの 北その,そのハルキウというところで,です、ねえー、5月25日に大型の商業施設がロシア軍の誘導,弾誘導爆弾による攻撃を受けまして、えー、あのかなり犠牲者が出たと、えー、いうことですね、えー、でこの攻撃を受けてハルキウ市は、えー、この5月27日をです、ね、犠牲者を追悼する日と定めたと。 ということなんですが、ゼレンスキー大統領はハルキウ市から行った演説で、ロシア軍の攻撃を非難し、ロシアはここから北西に90キロの地点でも攻撃の準備をしている。我々の国境付近に新たな部隊を集結させていると警戒を強めているということです。アメリカの例によってアメリカのシグタック戦争研究所のコメント、この地域にウクライナ軍を引き付けるとともに、国境地域でロシア軍の拠点を拡大する作戦への準備とみられると。 いうことで、かなり攻勢が強まっているということですねで、ゼレンスキー大統領は、この攻撃された施設内に当時200人以上がいた,いたと見られることを明らかにしまして、1万平方メートルの建物全体が炎に包まれたと指摘したそうです、また、この戦争研究所のコメントですが、住民を市外に追いやり、ウクライナ側の士気を低下させる試みの一環だと見られると。 いうことです、ねえー、この、やっぱりね、あの、住民攻撃をかなりしてると。えー、そして、えー、あの、NATO の事務総長がですね、まあ、こういったあのロシア軍がハルキウ州に侵入して攻勢を強めている状況を踏まえて、えー、こんなこと言ってまして、ウクライナに欧米各国が供与した兵器。 これについて、ウクライナ国内にとどまらず、ロシア国内の軍事目標への攻撃にも使うように、使えるようにするべきだという声が今相次いでいるんですが、この NATO のストルテンベルグ事務総長はですね、ロシア国内の軍事目標に対して兵器を使う可能性を否定すれば、ウクライナの自衛が難しくなると述べて、兵器の使用の条件を緩和すべきだという考えを示しました。いよいよ、いよいよですね、という感じがしますね。えー、ロシアの つまり、専守防衛というよりも、攻撃こそ防御であるという、一歩踏み込んでるんですね、ロシア領内の攻撃すると。欧米が供与したもの武器で、決してロシアを攻撃するなという前提条件があったんですが、その前提条件を崩さないと、ウクライナは自衛ができないと言い始めたということです。ただ、アメリカ、兵器の最大の共用国、アメリカですが、そのバイデン政権は、現時点ではですね、 ロシア領内を攻撃するなというこの条件この条件を撤廃することに慎重だということですね。NATO のストリテンベルク事務総長はウクライナには自衛の権利があるとで、その中にはロシア国内の目標を攻撃することも含まれるということでかなりこのあれです、ね、NATO は少しちょっと危ないというかさらに踏み込んでいくというか、まあ、そういえばマクロン、フランスの大統領がですね それに近いことを言って物議を醸しましたが、えー、どうもなと戦争屋さんなのか,なかですね。えー、そしてさらにお金の面での話ですが、アメリカがウクライナに2.75億ドル追加軍事支援、これはアメ,のアメリカの国防総省が5月24日に発表したものです。ロシアが攻勢をかけております、あの先ほどのハリコフ、東部ハリコフに弾薬やミサイルなどを迅速に供与しようと。 いうことで、こっち側も対応、体制を強めなければということなんですね。で、今回の支援には、高機動ロケット砲ミサイルであります、あの、例のハイマース、ハイマース用の弾薬、それから155ミリおよび10 105ミリ砲ミサイル、えー、対装甲システム、精密徘徊型兵器などが含まれるということです。徘徊型兵器とですね。ええー、怖いですね、えー。そして、イエレンズアメリカ財務長官、5月25日、 ロシアで事業を行う欧州の銀行、ヨーロッパの銀行のリスクは高まっているとして、戦争のための取引の取引を支援している銀行への二次的制裁の強化を検討していると、このアメリカによる二次的制裁の強化というのは、ウクライナ戦争をめぐって、ロシアやその関係団体に対する一時制裁の回避を援助していることが判明した場合。 その銀行をアメリカ金融システムから切り離す権限を財務省に与えるものなんですね。イエレン長官や他の財務省の高官は、ロシア経済はますます戦争経済化していて、民生用と軍事用、あるいは両用取引の区別が難しくなっていると指摘しているということです。まあ、ロシア経済は今、好調、好調、好調です。軍事産業を中心としてですね、そして民間経済もものすごい活発化しているということですね。 ですから、民間も軍事も関係ないという中でロシアの経済を痛めつけないきゃいかんということでえこの一時制裁を回避することに手を貸し差し伸べたえ銀行はえこうもうあれだともう見逃さないということですねえそしてですねえロシアが圧力大統領任期終了 ゼレンスキー政権の皇帝を促す狙いという見出しの記事がありまして、えー、あのプーチン政権がウクライナ大統領の任期は終わり国家元首としての正当性を失ったと主張し圧力を強めているという,いうことなんですがこれは停戦交渉開始を拒否する、えー、ゼレンスキー氏が相手では侵攻作戦が一層長期化するとみてウクライナや欧米の世論を動揺させ政権皇帝を促す狙いとみられるこれはどういうことかといいますと ウクライナ大統領の任期は実は5年でしてゼレンスキーは任期の満了は5月の20日だったんですしかし改憲令下の選挙が禁じられているということで本来3月末のはずだった大統領選は実施されていないんですねウクライナでですねそして後でこれ出てくるんですがプーチン大統領は5月24日にミンスクでの会見でロシアは停戦交渉に応じ,応じる用意があると言ってるんですね でただ、誰と交渉するか考えるのは無意味ではないんだと。我々の理解では今の国家元首であるゼレンスキーは正当性を失ったからだと述べているということなんですね。えー、で、停戦合意をもし結ぶんであれば誰が正当な権力者かをはっきりさせる必要があると強調したと、プーチン大統領はですね。ということなんですね。これは あとで出てきますが、ロシアが停戦をするにしても、ゼレンスキーはとにかく、えロシアが今、条件としている停戦には応じ,応じる意向は全くないわけですね、これもあとで出てきますで。そうなりますと、停戦しようにもウクライあの、ゼレンスキー相手では停戦交渉もできない、えー、ただしそもそも考えてみたら、ゼレンスキーは大統領である今、あのそういう立場じゃないだろうと、今、正当な大統領じゃないだろうという世論をですね、この、 えこのかえこうセレンを起こそうという狙いがあるんじゃないかとこういう記事があります。この話はまた後で出てきます。そしてゼレンスキー大統領がですね平和サミットにアメリカと中国の首脳の参加を求めるという求めているという記事がありニュースがあります。ゼレンスキー大統領は自らが提唱する和平案だからゼレンスキーにはゼレンスキーの和平案がある。これは絶対プーチン飲まないんですが和平案の実現に向けて 6月にスイスで開かれる国際会議がありましてそこでバイデン大統領と習近平国家主席に対しのの和平に向けたた指導力をを発揮しししててほいと訴えまして会議への参加を求めたんですねで先ほど言ったように東部ハルキウに対してロシア軍のミサイルなどによる攻撃がついている中でゼレンスキーはミサイル攻撃で破壊されたハルキウ市内の印刷所を背景に 100万人以上が住むこの都市をロシア軍は毎晩毎日攻撃しているロシアの航空部隊が国境に近づき街に向けて直接爆弾を発射していると述べてまた自らが提唱する和平案、まあ、こういう、まあ、大変この厳しい状況にあるんだという認識を述べた上でこの自らが提唱している和平案の実現に向けて6月にスイスで開かれる国際会議であります平和サミット これまでに80カ国余りが参加を表明していると明らかにしその上でさらにバイデン大統領と習近平国家主席に対して攻撃の合間,を攻撃の,合間の小休止ではなく真の和平に向けた指導力を発揮してほしいと会議への参加を求めたということですこのゼレンスキー大統領は平和サミットでこの3つの点について議論したいと考えを示しています一つはロシアとの捕虜の交換の問題 2つ目にエネルギーや核の安全保障3つ目はロシアに連れて行かれた子どもの帰国のようですねえそしてゼレンスキー大統領はいまだ世界的な和平サミットの取り組みに背を向けている世界の指導者に訴える国連憲章が焼かれることを我々は望まないと述べたということですえで実はこれどういうこの ど会合かといいますとあの 6, 6月15日から16日に、えー、あ失礼しましたあのイタリアでですね6月に G7 主要7か国の首脳会議 G7 サミットが行われますでこれに合わせてその直後の6月 15, 15日から16日にスイスでウクライナ和平に関する会合が予定されていますで G7 の,の首脳の何人かはこちらの方にも参加するんですが バイデンさんももハリス副大統領も出席の予定はないんんですねでバイデンさんは G7 サミットの後はロサンゼルスに飛んで、まあ、大統領選に向けた大規模な資金集めイベントに出席することになっているようなんですねで。一方の中国はブラジルと手を組んでスイス会合に対抗するという構想を5月24日に発表してましてウクライナとロシアの両方が参加する国際会議の開催を呼びかけていると。 こっちはロシアも入れると。ウクライナとロシアと、だからあれですよね。あの、習近平は先,先般も、この平和的に解決は中国が仲介するんだという意欲を示していたということで、で中国は主導権を握ろうと。で、これで、ね、もし中国の主導権で何か大きなことが決まりますと、また中国の影響力が世界的に大きくなるということじゃないかと思いますかね。 でスイスの会議の方にはロシアのプーチン大統領は招待されていないんですね、えー。本当にこれやるんであればね、プーチンとゼレンスキーを入れた国際会議というところでやるべきなんでしょうが、えー、西側の方ではそれやらないんですね。えー、そして、ゼレンスキー氏はこう述べています、交渉の場でロシアに嘘をつかれた経験では、ウクライナの右に出る国はない。 この戦争を準備しておきながらロシアは平然と嘘をついていたと言っているそうです。これはあのプーチン大統領が2022年のウクライナ侵攻を計画していないと繰り返し述べていたことに言及したものだそうです。えー、だからといって、ね、ロシアを排除するというのはどうかなと思うんですがただこれを言うんであったらですねあのゼレンスキーだっていろいろ裏切りをしてるわけですね。 えー、この2022年のロシアのウクライナ侵攻の直後に、えー、ロシアとウクライナが和平交渉をやってるんですよねでこれを邪魔したのがイギリスのジョンソン首相でプーチンは嘘つきだからそんな和平なんかするなと言ってそうでないと NATO はウクライナ支援しないぞと脅してゼレンスキーはその和平の和平を、えー、この保護にしたということがあったんでまあどっちもどっちの感じがしますけどね。 そして、先ほどもちょっと述べました、プーチン大統領、ウクライナ停戦探るというニュースがあるんです。プーチン大統領は現時点でロシアが制圧する地域を認定する形で停戦する用意があると、これは複数の関係者が明らかにしたということです。ただ、ウクライナと西側諸国が応じない場合は戦闘を続ける方針だと、これ予想された通りだと思います。 でロシア政府上層部に近い情報筋によりますと、プーチン大統領はかつてまとまりかけた停戦合意が西側の干渉で台無しになったことを苦々しく思っている。まさ、あ、今ちょっと私はジョンソン首相のことを申し上げましたが、そのことだと思います。情報筋は、プーチン氏は必要なだけ戦うこともできるが、戦争を凍結するために停戦する用意もあると語ったと。これはもともとそうだと思います。 でペスコフ大統領補佐報道官は、ロシアは目標達成のために対話に応じると繰り返し明言しており、ロシアは永遠の戦争を望んでいないと述べています。えー、先週ですね、新しい国防大臣に経済学者のベロウソフ氏が就任したと、これはあの、まあ、先週だったかちょっと忘れましたが、ただあの、ここのニュース解説でも取り上げたことがありますね。 で西側の軍事政治アナリストからですね、これは侵攻の長期化を受けてロシア経済を戦時体制に置くための人事だという指摘も出ていたんですがいや実際はそうでもないんじゃないかと、えー、情報筋によりますとプーチン大統領は現在の勢いを利用して戦争をさっさと終わらせたいと意向であるとでこれまでの戦果で国民に勝利をアピールするのに十分だと考えているとでこれは高原ルソのインタビューから押し量るられるこの現状 そののまま反映ししていいるんじゃないかななかと思うんでで全然驚くに値しないですねあのプーチンがどん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 ヨーロッパまで攻め込んでくる領土的野心がすごくあってこれは西側が煽ってるわけでもともとプーチンにそんな意図はないということがはっきりしてましたんでね、えー、まあこれはあまさにそうだろうなっていうニュースですね。えー、そして えー、こういう関係者の証言があります。プーチン大統領は我々が勝利した、NATO、我々が勝利した。NATO から攻撃を受けたが主権を保った。クリミアへの陸路を確保していると言うだろうで、ですからもう戦果を十分上げてるんですよと。戦争目的にも達せられてるんですよと。で、その方針で停戦した場合、 えー、この2022年9月にロシアにウクライナ侵攻でロシアに編入したウクライナのドネツク、ルガンスク、ザボ,レザボ,レジェザボロジェ、ザポロジェ、失礼しましまたヘルソン、ドネツク、ルガンスク、ザポロジェ、ヘルソンの4州のかなりの部分をロシアは保有することになります、しかし、完全支配とはならない、それはそうです、最初からそんなことは、そ,のそれを最初から目指してたわけではないですからね。 でペスコフ氏はロシア憲法に基づきロシアの恒久的な一部となっている4州の返還は論外だとそれはロシアの絶対的に譲れない一線だと思いますでプーチン大統領は5月24日訪問先のベラルーシで行った記者会見でロイターの報道内容に関する質問に対し和平交渉を再開すべきとの考えを示した上で交渉は現地の現実と 戦闘開始初期に合意された計画に基づいて行われなくてはならないと述べているということです。ということなんですね。で、でウクライナのこれに対してウクライナのクリバ外相は、えー、プーチン大統領は現時点でウクライナに対する侵攻を終わらせるつもりはないとしていきましてプーチン氏は側近を使って戦争停止の用意が,用意があるという偽りのシグナルを発し 来月のウクライナ和平会議を妨害しようとしているとの考えにしましたのでこれもプロパガンダですねこれもですねでゼレンスキー大統領は全面侵攻が始まった2022年にプーチン氏とのいかなる交渉も不可能と正式に宣言する法令に署名してしまっていますプーチン氏の条件に基づく和平は実現できないとの考えを繰り返し表明していますロイターが取材した関係者筋の一人はウクライナが あロシアがウクライナを迂回してアメリカと合意しない限りゼレンスキー氏がウクライナの政権を握っている間は合意は成立しないという見方を示したということです、まあ、先ほど申し上げた通りですねこれはですねゼレンスキーがやっている限り和平は実現しないということですね、えーまあ、ウクライナはとりあえず以上でして次にイスラエル・パレスチナ中東情勢の方行きたいと思います えーまあ、現時、あの、本日、これ収録しているのは5月28日です。イスラエル軍はこの5月26日の時点でもガザ地区各地で軍事作戦を続けておりまして、ガザ地区の保健当局は5月26日、イスラエル軍の攻撃で過去24時間に81人が死亡し、これまでの死者数は35,984人に上っていると発表しました。 ガザ地区の保健当局により,によりますと、イスラエル軍が5月26日の夜に、ラファ北西部の多くの住民が避難する場所を空爆しまして、45人が死亡したと、これに対してイスラエル軍は、ハマスが活動するラファの拠点を空爆した、正当な標的に対して精密に行われたなどと攻撃を正当化していて、住民を攻撃したつもりはないということなんですね。 複数の民間人に被害が及んだという報告を把握し、状況を調査しているとしているということです。まあ、このあたりは、ざっと今、最近の数日間の流れを申し上げましたが、一つ一つ、後で少し詳しく解説したいと思います。えー、ウンルワといいますか、アンル w といいますか、国連パレスチナ難民救済事業機関は、5月27日、ガザはこの世の地獄だ。 安全な場所はどこにもないと SNS に投稿しています。イスラエル軍は ICJ、これは国際司法裁判所ですが、国際司法裁判所が5月24日にラファでの攻撃を直ちに停止するよう暫定的な措置を命じた後もラファへの攻撃を繰り返していまして、住民の犠牲が増え続ける現状に国際社会から避難の声が高まっています。この、えー、ICJ、国際司法裁判所の 後から少しししニュースを詳しく紹介したいいと思います ICJ= 国際司法裁判所は5月24日ガザ地区での人道状況は悪化の一途をたどっているということでイスラエルに対しラファでの攻撃を直ちに停止し人道支援が大規模に行われるようラファの検問所を開放することなど暫定的な措置として命じましたがその後もイスラエルは攻撃を続けています。 EU のボレル上級代表は5月26日の会見で、のの国際司法裁判所の命令には法的拘束力があり、確実に履行すべきものだとしてイスラエルに対し命令に従うように求めています。一方、ボレル上級代表は5月26日にイスラエルに対してハマスが行ったロケット弾による攻撃についても、こうしたこともやめなければならないと、ハマス側にも諭しているということですね。 日本の林官房長官は5月27日午後の記者会見でこの国際司法裁判所の暫定措置命令は当事国を法的に拘束するものであり誠実に履行されるべきものだと述べてまして改めてすべての当事者に対し国際法の遵守や関連する国連安保理決議に基づき誠実に行動することを求めると述べたと報じられていますえそして停戦交渉の模様についてのニュースがありましてイス,イスラエルのメディアは 5月25日、戦闘の停止や人質解放をめぐる間接交渉は近く再開される見通しだと報じました。中海国カタールとエジプトが主導してまとめた新たな提案について協議すると。で、一部メディアは交渉は5月26日の週に始まる。まあ、今ちょうど収録して今週に始まると伝えたと。 で、ガザには人質、イスラエルからの人質121人が残されていまして、イスラエル側は解放される人質の人数について譲歩する構えだとされていると。ただ、これまでの交渉でハマスは恒久的停戦、ハマスは恒久的停戦を要求しています。で、一方でハマス壊滅を目指しているのがイスラエルでして、一時的な戦闘休止を主張しているということで、双方の溝は深い状態であります。 えー、そしてイスラエル軍は、えー、ガザ地区各地で軍事作戦を続けています、えー、先ほどの国際司法裁判所が攻撃を直ちに停止するよう暫定的な措置を命じたのがこの南部ラファなんですね南部ラファでやめろとではやめろと、えー、でこのラファではあガザ地区南部ラファ、えー、このラファではですねイスラエル軍に攻撃を試みた戦闘員を殺害したんだと この地域を捜索した結果大量の銃器などが見つかったんだとしてイスラエルは攻撃の正当性を主張していますまたあの一方で行き詰まっている交渉ですがアメリカの CNN テレビはエジプト当局者の話としてエジプトの首都カイロで5月28日に再開される見通しだと伝えましたということはまあちょっと時差がありますが本日5月収録して5月28日に再開される見通しだと でこうした中でハマスは5月26日テルアビブに向けてこのハマスの側からです、ね、ロケット弾による攻撃を仕掛けたと発表しましたイスラエルのメディアによりますとテルアビブへの攻撃は4か月ぶりでしてシェルターへ向かう際に女性2人が転倒して軽いけがをしたと停戦交渉をめぐっては双方の立場の隔たりは依然として大きく先行きは依然として不透明であるという状況ですねえそして物資の搬入 ガザ地区に支援物資搬入という話がこの中でありますイスラエル軍が南部ラファで地上作戦を開始してからエジプトとの境界にありますラファ検問所を閉鎖されて同じ南部のケレムシャローム検問所からの人道支援物資の搬入も滞っていますガザ地区では深刻な食糧不足が続いていると でこうした中でアメリカのホワイトハウスはバイデン大統領がエジプトの,エジプトのシシ大統領と5月24日電話会談を行いまして南部のケレム・シャローム検問所からエジプト側が暫定的に支援物資を搬入することを約束したと発表したというニュースもありますえそしてですねあのイスラエル軍のラファへの空爆このイスラエル軍はラファをハマス最後の拠点と見なしているんですね えー、そこでラファ東部で暫定限定的とする地上作戦を展開する一方で、えー、このラファの中心部などへ砲撃や空爆を繰り返しているってことなんですねで地上作戦の開始以降多くの避難民が退避しましたがラフ,ァ中心部のであラファ中心部であるとか地中海沿いには今なお数十万人が残っていると見られていますえー 5月26日の夜に例のこの国際司法裁判所の攻撃やめろというそういったこの措置にもかかわらずですねイスラエルが攻撃をしたことについてはですねイスラエル軍は空爆をしたことを認めた上でハマスの幹部が集まる拠点に精密攻撃を実行したものであって民間人が巻き込まれたとの情報の詳細については調査中だと発表しているんですね。 でハマスは5月26日の日中にですね、先ほど言ったように、イスラエル中部テルアビブに向けて複数のロケット弾を発射して、中部への攻撃は実は約4ヶ月ぶりであるということで、でこのガンイスラエルのガンツ前国防相は、遅かれ早かれハマスに代償を支払わせると述べているということで、停、まあ、戦交渉をやっているとかなんとか言いながらですね、国際司法裁判所が何を言おうが、ね、イスラエルを攻撃を続けるし、 ハマスも攻撃をしているという状況に何らの変化もないということですね。えー、でこの先ほど言った国際司法裁判所がラファでの攻撃を直ちに停止するようイスラエルにこれ命令なんですね指礼しましたあの措置どころか命令命令したんですねでこれには何かと言いますと南アフリカが5月16日に起こした訴えを受けてのものだったということなんですね。 これも少し前に触れたことがありますが南アフリカはイスラエルがこのガ,ザガザ各地でジェ,ノサイドジェノサイド的な集団虐殺的な作戦を行っていると非難していまして停止命令が必要だと主張していたんですねでこれを受けてこの国際司法裁判所のサラム裁判長が5月24日にパレスチナ人の物理的破壊をもたらしうるその他のあらゆる行動を直ちに停止しなくてはならないと命令したんです でこの一つの集団の物理的破壊とは何を意味しているかというと国際法上ジェノサイドを意味するとジェノサイドやめろとお前らやってるのジェノサイドだとでこの国際司法裁判所の判決はこのほかガザで基本的な公共サービスと人道援助を妨げなく大規模に提供できるようにするよう改めてイスラエルに命じたということです この国際司法裁判所のこの判決をイスラエル政府は拒絶しましてガザ地区での自国の軍事侵攻は国際法に則っとったものだと主張していますイスラエルの国家安全保障顧問は外務省との共同声明でイスラエルはラファ地区においてパレスチナ民間人について人口の全体だろうと一部だろうとその破壊をもたらす 生活条件を作り出すような軍事作戦をこれまでも行っていないし、今後も行わないと言ってます。本当なのかなとは思いますけどね。そして、ガンツ前国防相は、戦時内閣に参加している方なんですが、イスラエルはラファを含めて、必要な時と場所で軍事作戦を続けると言ってます。だから民間の人については攻撃してないよと。 だけどハマス殲滅のための軍事作戦は続けるよと、でこのイスラエルでは野党の代表もです、ねえー、この国際司法裁判所の判決を批判してまして、国際司法裁判所がラファ攻撃とハマスが拘束するイスラエル人の人質の解放に結びつけなかった、これを、えー、この、えー、ひどい道徳的な破綻だと非難しています。 えまあ、つまり国際司法裁判所がなんでこのイスラエル人人質の解放ということについて考慮しなかったんだと、なんで一方的に、えー、決めイスラエル停戦指導と決めつけるんだということに対する抗議でしょうね。えー、そしてハマスはですねこの国際司法裁判所の命令を歓迎してまして残虐なシオニストの存在がラファにおける侵略をやめるよう要求するものだ。 と評価したと、えー、国際司法裁判所は国連の主要な司法機関でありまして全ての国連加盟国は自動的にここの国際司法裁判所規定の当事国となりますこの国際司法裁判所の命令には法的拘束力がありますしかし強制的な執行手段はありません EU のボリル外務安全保障政策上級代表は法の支配を深く重視する EU として イスラエルを支持する方針と法治,守法治主義遵守を合わせて維持していくのが非常に難しくなるとコメントしたとえつまりイスラエルを支持していると法,法治体制といいますかねえまあ国際法を守るということ,とが矛盾してしまうということがますますその矛盾が大きくなっているというコメントをしていますえ国際司法裁判所の判決が読み上げられてから数分後にイスラエル軍機はラファ中心部の シャブーラ難民キャンプに複数回の空爆を繰り返しています全く無視しているてこところですねでイスラエルは長く予想されていたラファ侵攻を5月から開始しました、えー、ガザ地区の最南端のラファにはですねハマスの代替が残っていてですねそれを掃討することが目的だというのはイスラエル側の立場ですハマスがラファでイスラエル人の人質を拘束し続けているともイスラエルは見ているようですね で国連によりますと、この軍事侵攻が始まって以来、80万人以上のパレスチナ人がラファから避難しました。で、昨年10月の戦争開始を受けて、ガザ地区の各地から約150万人が戦闘を逃れようとラファに集まっていました。つまり150万人が集まって、ラファだったら大丈夫と思って集まったら、ラファも攻撃されて、80万人以上なら、パレスチナ人がラファからもまた避難したという状況ですね。 どこに行ったらいいんだという状況でしょうね、ガザ地区の方々ですね。さて、このようにですね、イスラエルは全く戦争をやめようとはしません。えー、一体、これはどうしてそうなっているのか、これ,でこれが宇山拓栄さんが寄せ、えー、発信している記事をちょっとご紹介します。誰が極右政党を支持しているのか、イスラエルの止まらないガザ侵攻、えー、ラファエの侵攻で多くの死傷者が出ています。 ネタニフ政権の事実上のガザ占領政策に対しイスラエル国内でも各地で反戦デモが起き政権支持率は低迷していますその一方でガザ占領政策を支持すする声も根強くあります現在極右政党と連立を組む第6次ネタニヤフ内閣には首相よりも強硬な閣僚であるスモトリッチ財務大臣ベンウヴィル国家安全保障大臣らがいます。 ス,スモトリッチ財務大臣は極右政党の宗教シオニズムをベングビール核安保相はユダヤの力という政党を率いています2022年11月1日に行われた総選挙ではこれらの極右政党が議席を倍増させましたということですねそしてヨルダン川西岸っていうのがありますね、えー、パレスチナ問題ではこちらの方もかなり重要な問題なんですが、えー まあ、あの地中海に近い方に風がありそして反対側にヨルダン川西岸というのがありますねこのヨルダン川西岸の若い世代は入植者との意識を持たずということでして1967年の第三次中東戦争でイスラエルがヨルダン川西岸を占領して以来ですねイスラエル人の入植が進みまして現在では70万人以上のユダヤ人がヨルダン川西岸に住んでいます でこの地域におけるパレスチナ,ナ人の居住者は約300万人ですねだ300万人対70万人ですねで国際法の観点からはイスラエル人のこの地域への入植は違法とされているんですねでこの地域におけるイ,イスラエル人は第二世代や第三世代に広がってまして彼らはここで生まれ育ちヨルダン川西岸地域を自分たちの生まれ故郷とみなすに至っています 入職者いいう意識じゃないんですねでそれにもかかわらずパレスチナ人との争いが絶えないとなぜ自分たちの故郷に邪魔な違法人がいるのかという不満を募らせているとえ若い世代は <laughs> 自分たちが入植者であるという意識を持っておらず現住者のパレスチナ人を完全駆逐することを目的としているとで極右政党の一つであります宗教シオニズムというのを率いているのが 先ほど言ったスモトリッチ財務大臣はヨルダン川西岸の入植者に厚い支持層を実は持っているんですねでスモトリッチ財務大臣はヨルダン川西岸の占領行政を担当する特任担当大臣を兼任してましてこのヨルダン川西岸地域の入植をかつてないほど急増させてますまた入植支援活動を積極的に行って支持層を固めているそうです で現在ご自身が率いる宗教シオニズムからですねえこのご自身を含め3名が閣僚となっているということですでもう一つの極右政党がユダヤの力これを率いているのがベング・ビル党首で新設の国家安全保障大臣に就任していますえ治安を担当する閣僚でして警察や公安組織を統括しているとで特にヨルダン川西岸の警察行政を統括していて スモトリッチ財務大臣同様にこの地域の有権者や強硬派の支持を得ているということなんですねこのベングビル安全保障大臣が率いるユダヤの力からもですねご本人を含めて3名が閣僚となっているとでそのうちの1人エリアフ文化遺産大臣は昨年11月5日ガザ地区に核爆弾を投下することも選択肢の一つだと発言し物議を醸しました これはこのコーナーでも一度取り上げたことがあります。<laughs> 2021年にはガザ地区で軍事衝突が発生したことがあってイスラエル人とパレスチナ人が抗争状態となったとでヨルダン川西岸の治安悪化などを受けてヨルダン川西岸の事実上の併合推進を主張する勢力が慎重して極右政党の台頭を招いたということなんですね。 えー、そして、えー、宗教シオニズムとかユダヤの力という極右政党でこれに比べますとネタニヤフ首相が率いるリクードはですね決して強硬ではなく中間路線に霞んで見えるほどだと上山さんはか書いていますではどのような層がどとりわけ政治に強い影響力を持つ産業界ですね産業界は政治に強い影響を持つですよ上からどのような層が こうしした極右政党を支持しているのかということであの産業界のほとんど特に地場産業は極右政党を支持していないとで地場産業はパレスチナ人を労働者として雇用していてパレスチナ人との対立を望んでいないとでしかし問題はこっちでしてハイテク産業は地場産業とは異なっていてパレスチナ人との直接的な接触が少なく また特に軍事関連企業は戦争によって特需に見舞われるため強硬派を支持する傾向が強いとここもネオコンみたいなのがあるんですねイスラエルネオコンっていうんでしょうかねで高性能防空システムとして知られているアイアンドームとかですね最新鋭航空機といったイスラエルのハイテク兵器の多くはですねイスラエルの軍事関連企業と アメリカの軍事関連企業が共同開発生産したものなんですね。で、イスラエルのハイテク産業は、アメリカ最大のロビースト団体とされている APAC、AIPAC、これはアメリカ・イスラエル公共問題委員会といったユダヤ組織とも関係が深く、アメリカの政治動向にも大きな影響力を持っているというのが、このいわゆる、なんていうのハイテク産業なんですね、イスラエルのですね。 で、え、現在、バイデン政権は大統領選を控えて、アメリカ世論に配慮しなければならないので、そこで、イスラエルに対する武器支援を停止する可能性に言及したり、ネタニヤフ政権の暴走を牽制しようとしているんですが、しかし、ネタニヤフ首相にとっては、ガザ、ガザ占領政策は規定路線であると。バイデン政権に耳を貸す気はないと。 アメリカがイスラエルに何を言おうとも最終的にアメリカは必ずイスラエルの側につくということが分かっていると。で、イスラエルの産業界を牽引するハイテク機産業が戦争を望み、陸ドや極右政党を支持し、えー、パレスチナ人との対立を煽るという自己演出的なメカニズムがイスラエル内部で維持されていると。このメカニズムが自然肥大化していく中で、 イスラエルの対外路線もまた必然的に強硬なものになっていくという構造的な問題があるというふうに。上山以上が上山さんの指摘です。まあ、産業軍産複合体みたいなものがあって。これが一番資金源になって、アメリカもコントロールしていると、アメリカの政治をですね。バイバイデンは大統領選に、お前に。国民世論がパレスチナに同情的になっていくのに焦って。いろいろ、あまり。 ね、手洗いことをやるなとかですねいろいろ言ってるんですが、えー、しかしイスラエルは全く聞く耳を持たない最終的にはこの資金源これがアメリカの政治を動かしているその資金源が、えー、アメリカをしてイスラエルの戦闘を支援するということはこれ絶対に揺るがないだろうという隠しのもとに戦闘が行われているという構造があるということになるわけですね。そして次に 例の話題また変わりますイラン大統領のヘリ墜落死これあの佐藤優さんが分析した記事がありまして、まあ、これもいろいろ考える素材がありましたのでちょっと簡単にご紹介してみたいと思いますイランのライシ大統領はアブ,とアブドラヒアン外務大臣らが搭乗するヘリコプターが5月19日国境近くの山岳地帯に墜落し搭乗者8人全員が死亡した今回の 墜落死からまず見えてくるのはイランの危機管理体制の明らかな緩みであるなぜ大統領と外務大臣という要人2人が同じヘリに乗っていたのか日本を含むどの国でも原則として飛行機やヘリに複数の要人が同乗することは避けています、えー、ましてやイランのような準戦時体制下にある国においてはですね、空を飛ぶ乗り物が落ちるリスクを考えるのが鉄則であると 北朝鮮のキム・ジョンイルは飛行機に乗らずヨーロッパに行くにも列車移動だったほどであると実際、今回の一行は3機のヘリに分乗しており残り2機は無事であったとただ、この墜落死でイランの体制が揺らぐかというと少なくとも短期的な影響は全くない。 イラン国民の直接選挙で選ばれる大統領はあくまで最高指導者であるハメネイ氏の意思を執行するものに過ぎないわけであるとむしろ気になるのはイラン政府がライシ大統領らの死亡を確認してから悪天候による事故と認定するのが異常に早かったことであるこの手際の良さをどう読むか通常ならフライトレコーダーや現場の検証に時間をかけ原因究明に当たるはずだそれを 早々と事故として店じまいしたのはイスラエルやアメリカによるテロとの憶測で中東情勢が混乱することを警戒し,てしたイランの現実主義的対応だと考えられると。で、翻って言えば対外的には事故と発表した上で水面下ではヘリ墜落に人為的捜査が加わっていなかったかを徹底的に調査するものと考えられると。えー であのロシアではワグネルの組織のプリコジンが自家用ジェットの墜落で死亡した件がありましたねでこれについては主翼の下に小型爆弾が仕掛けられたとされているとで今回もそうした仕掛けやサイバー攻撃があった可能性は排除できないとでイランは最近になって「やられたらやり返す」というゲームのルールを構築したとシリ,アのシリアのイラン大使館がイスラエルによる空爆を受けると イランは報復としてイスラエルの軍事点拠点をドローンやミサイルで攻撃したと。そうでしたね。で、このルールに基づけば、本件の実行犯や起訴したものが判明すれば、イランは報復に動く。ただ、公式に事故と発表している以上、裏での処理になる。裏での処理になる。割り出した実行犯らを殺害するか、あるいはあえて殺害せずに、 両手両足を切断して眼球をえぐるといった残虐な仕打ちで苦しめようとする可能性があるえただ今回のヘリに人為的操作を加える動機と能力を持つ国となるとイスラエルとアメリカの2つであるイスラエルからすればハマスはユダヤ人は存在してはいけないと考えイスラエルを地上から抹殺しようとするナチ,ナチスのような集団で妥協が不可能な相手であると。 全世界に同情されながら死に耐えるよりも全世界を敵に回しても戦い生き残るという考え方に基づく行動を続けているのがイスラエルである自分たちの生存権が脅かされる中でイスラエルにはハマスを支援するイランに仕掛ける仕掛けをする動機があるのは確かである仮に今回の爆落死が人為的なものなのにイランが静かに事態を収めざるを得なかったとすれば それはイランが核を持っていないなからである核保有が公然の秘密であるイスラエルに対しては強く出られない本件によりイランで核を持たないと外交の幅を狭めめるという認識が強まり核開発を進めていく展開が想定されるまあ,あのイスラエルの仕業だって言ってもですねあんまりイスラエルに対して表立って報復ができないなぜならイスラエルは核を持っている、まあ、イランはですねあのあのウランの管理について 西側諸国との間でいろんなやり取りがあって IAEA の査察が入るとか受け入れれないとかいろいろやってますけれどもしかし実際にまだ核兵器までは持ってないとこういう弱みがあるわけですねその中でイランが核を持てばサウジアラビアは開発資金を提供してきたパキスタンの核を自国領内に移すだろう中東の他のアラブ諸国も生き残りのために核保有を進め核拡散は止まらなくなる。 ということですまああのー、あれなんですね、えー、今何が世界で起こってるかというと核攻撃戦争に核が使われるということが現実化してきたっていうことだと思います、えー、で今回のライシ大統領のこの事件はもう最初から私はこれは何かによる暗殺であろうというふうに思いました、えー、まあテレビ画面にこのいかにもですねこの 岩肌が移って悪天候で、まあ、その時はああこんな事故も起こるのかなとだけど3機飛んでいて何で1機だけかというのはちょっと不審に感じていましたそうしたらですねあのその時に他のヘリコプターに乗っていた人の証言が出てきて天候は悪天候ではなかったとで急にスッと上に上がってそしたらもう墜落していたと。 でどういうい証言があったんですねだから悪天候は原因でないという証言がもう出ていてやっぱりなというふうに思いましたね。まあ、今あのやろうと思えば、まあ、爆弾を仕掛けることもできるかもしれませんしあるいはサイバー攻撃だってありるんですねで特にイスラエルはハイテクサイバーの最先端の国ですからですね、えー、このハマスがこんなにね、えー、こんなにまあ強気でなかなか制圧できないとその背後にいるイラン。 そしてしかもライシ大統領は強硬派である反米強硬派であるというこれを息の根を止めるという動機がイスラエルにあったと考えてもおかしくはないというのはその通りだと思いますでこれはそういう話があり得るとして一方で重要な問題はこの核の話に波及していく可能性があるというこの佐藤優さんの指摘ではないかと思いますまあウクライナ戦争は結局ですね NATO 側がロシアを追い詰めれば追い詰めるほど プーチンは核を使う可能性が高まっていくそしてでに核を使う可能性があるよと宣言をして前回のニュース解説ではそのための演習もしているという話をお伝えしました世界は今やもうこのウクライナ戦争のおかげで、えー、ウクライナ戦争で NATO が、えー、戦争をいつまでもやめないおかげで、えー、核戦争の脅威つまり戦争の次元がまたフェーズが変わっていると言ってもいいかもしれません。 これまで通常戦争といっても通常兵器の通常戦力の中で戦争が行われている核というのは一応抑止力としてあるけれども使われないという前提だったのが核が使われるようになりますと通常戦力なんかどうでもよくなってしまうぐらい核というのは強いですから武力という破壊力が強いですからそうなってくると各国が躍起になって核保有とあるいは核ミサイルの増強というふうに現に動いていると。 まあ中国も北朝鮮もそうですね、北朝鮮も実験、まあ、たまたま昨夜は J アラートが突然なりまして、えー、それはあの5月27日の夜でしたね、えー、何が起こったかと思ったら、沖縄の方向が、まあ、どうもあれ <laughs>、失敗したみたいなんで来なくてよかったですけどね、北朝鮮から。えー、しかし、ああやって躍起になって、この非常に物騒なことが繰り返される。 これはやっぱり世界のフェーズ化核に変わったということなんですね。という状況の中でアメリカが通常戦力で圧倒的に他の国を上回るとしても核となりますとこれはまた別次元の話になってくるとこれアメリカの核抑止力っていうのは全然頼りにならないぐらい、まあ、中国あるいは北朝鮮の核の力がどんどん強まっている、まあ、ロシアはもちろんそうですね。という状況の中で一体日本はですねこの状況にどう対応していくのか。 ただ核廃絶、ただ核廃絶と、核廃絶は当たり前です、理想であることは間違いありません、しかしただ核廃絶とだけ言っていて、一体何があそんなこと言ってられる状況なのかということですね、あの先ほど、つい先ほど、角田隆将さんとの対談を収録したばかりで、これはあのそのうち配信されると思いますけれども、もう配信されたかもしれませんが、えーまあ、中国はもうね、日本を 7, 7つの核兵器で、ね、壊滅させる、この世から消すことができると。 いうことをこの SNS で国民にバアと流しているというそういう状況にあるんでですね。これはあの日本はとにかく平和国家なんだから核のことは考えなくていいんだとばかり言ってられないじゅ現実があるということだけはですね、抑えておこなければいけない話ではないかなというふうに思います。以上です。今回もウクライナパレスナ情勢についてえいろいろな材料を提供してさせていただきました。どうもありがとうございました。